見極めで検索はい皆さんこんにちは見極めライブ YouTube ブルーステージでございますこのお時間はですね大日本印刷の長島様にお越しいただいております長島様本日はどうぞよろしくお願いいたします はい。大日本印刷長島です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは僕の方から、えっと、2点だけ事務連絡をさせていただきます。1点目、今学生さんのですね、この見えてる画面のここと、あと、ここの部分にですね、URL がありますので、えっと、今のうちチェックインをよろしくお願いいたします。こちら、チェックインをいただくと、今この時間帯で見てるよっていうのが、長島様にあの伝わるっていう部分と、後ほどですね、あの、ご連絡、特別なご連絡等もあるかと思うので、今のうちに、忘れないうちにぜひチェックインをよろしくお願いいたします。 二つ目、改めて本日のお時間のタイムスケジュールでございます。大きくですね、二つのパートを35分間で用意しています。一つ目は企業紹介パートです。この後すぐにですね、長島様にボールをパスをさせていただいて、企業紹介を大体15分から、まあ長くても20分程度で実施をいただきます。で、その後のですね、えっと、Q&A セッション、二つ目が Q&A セッションなんですけども、ここはですね、今見ている学生の皆さんが主役でございます。 いただいた質問をもとに、可能な限り僕の方でピックアップをして、長島様にですね、あの、いろいろとお答えをいただくので、どしどしご質問をよろしくお願いいたします。で、どうしてもですね、いつも質問がたくさんいただいて、最後の方はですね、あの、ピックアップしきれない可能性もあるので、もうこれ、早い者勝ちなので、今のうちにですね、ぜひよろしくお願いいたします。あの、説明会をですね、いただいている途中であったりだとか、あとは他の方がされている質問への深、あの、深掘り質問でも全く問題ないので、ぜひよろしくお願いいたします。 で私の方からはい以上でして早速長島様にですねボールをパスさせていただきたいと思います長島さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますではあの資料を投影させていただきますので少々お待ちくださいはいお願いいたしますはい資料問題なく映ってますでしょうか大丈夫そうでしょうかはいバッチリ映っておりますはいありがとうございますあのではあの大日本印刷 DNP のですねあの説明会というかあの説明最初を開始させていただきます はい。では、簡単にちょっと私の自己紹介させていただければと思います。改めてですね、あの DNP 人材開発部の、えっと、採用キャリア育成グループから来ました長島と言います。改めて本日はよろしくお願いいたします。 でですね、えっと、皆さん、DNP と聞いて、ですねあのやはり印刷会社というところになってきますので、えっと、紙の本だけをですね作っている会社と思われている方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、えっとまあ、実は違ったりするんですけれども、ま,あ、まずはですねあの事業の概要として、まあ、DNP がですね現在、世の中に届けている製品やサービスの一部というところをです、ね、ちょっとご紹介させていただければと思います。 あの説明をですね、もしあの初めて聞かれる方はあの驚る、驚かれるところもあるかなと思うんですけれども、まあ、実はですね、あのここに写っているもの、すべてですね、DNP が携わっている製品やですね、あのタービットだったりしますというところになります。あのここに写っているものもですね、ほんの一部だったりするんですけれども、本当にですね、どれも皆さんの生活にあの身近なものがたくさんあるんじゃないかなというふうに思います。 でですね、あの、本当に DNP がどうやってですね、携わっているのかっていうところ、ちょっとイメージしにくいものもですね、あの、あるかなというふうに思うんですけれども、まあ、ここからはですね、ちょっといくつかピックアップさせていただいて、あの、説明させていただきたいなというふうに思います。はいですね、まずですね、あの、左上に映っているスマートフォンになるんですけれども、まあ、DNP はですね、スマートフォン自体をですね、作っている会社ではないんですけれども、まあ、スマートフォンにまつわるですね、多くの部材をですね、実は私たちが手がけていますよというところになります。 で例えばですね、えっと、DNP があの手掛けているメタルマスクと呼ばれるものがあ,のあるんですけれども、まあ、これはですね、実際にスマートフォンの中にですねあの入っているものではなかったりするんですけれども、まあ、これがあることによって、まあ、有機 EL をですね、綺麗に配列して、まあ、画面をですね、色鮮やかに映すことができたりします。 あとはですね、スマートフォンの中にはリチウムイオン電池のバッテリーというところがですね、入ってるんですけれども、まあ、その電池をですね、包む、あの、鉱、まあ、材であるんですけども、まあ、フィルムのパッケージをですね、作っています。あのバッテリーパウチという呼ばれるものなんですけれども、まあ、そういったですね、フィルムで包むことによって、まあ、スマートフォンのですね、あの、軽量化であったりだとか、まあ、薄型化っていうところにもですね、実は貢献していたりしますよと、というところがまた、 はい。でですね、続いてあのご紹介するのがですね、こちらの IC カード類というところになってくるんですけども、まあ、皆さんもですね、あのこういった IC カード、毎日です、ね、使われている方あのいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、実はこういった IC カードも DNP の製品だったりします。でですね、この IC カードですね、そのものももちろん作ってはいるんですけれども、まあ、色であったりだとか、あの柄を印刷するところだけじゃなかったりもします。 あの実はこのカードの中にはあの IC チップがですね、あの入ってるんですけれども、まあ、そこにですね、皆さんの大事な個人情報を書き込むところからですね、実はですね、DNP が担っていますよというところになっています。 でですね、やっぱりこの IC チップの中に入っている個人情報であったりだとか、あとは決済の情報ってですね、絶対に漏れてはいけない機密の情報かなと思うんですけれども、DNP はですね、実はそういった情報を守るですね、情報セキュリティにもですね、強みを持っていまして、カード製造だけではなくて、ああ画像の右側にもあるようなクラウドペイメントサービスなどもですね、ソフト面のサービスというところも実は提供していたりなんかもします。はい。 でですね、続いて、こういったですね、食品であったりだとか、まあ、飲料についてのですね、あの、画像の方も表示させていただいたんですけれども、まあ、d n p はですね、これらをですね、包む、あの、包材であったりだとか、パッケージっていうところもですね、実は作っていますよ、というところになります。でですね、あの、商品の、あの、顔になるですね、あの、外装の部分っていうところを、まあ、きれいに印刷をしてですね、まあ、商品そのものの魅力を伝えてですね、皆さん手に取っていただくっていうところも、もちろん大事だったりはするんですけれども、 パッケージをですね、作る上で、まあ、DNP が担っている大切な役割っていうのはですね、やはりあの中,中身をですね、あの守るというところになってきます。でですね、まあ、実はこういったパッケージはですね、まあ、裏側にですね、あのフィルムが何層か貼り,り,り合わされたりしていたりするんですけれども、まあ、なぜですね、そういったことをしているのかといいますと、食、まあ、期品などはですね、あの中に入る中身によって、 例えば、酸素に弱かったりだとか、水蒸気に弱かったりだとか、まあ、劣化しやすい条件ってですね、いろいろ異なっていたりします。なので、まあ、DNP はですね、あのそれぞれにあの適切な設計というところを考えてですね、あの機能付けというところを行うことによって、まあ、皆さんがですね、あの商品手に届くまでおいしい状態を保てるようにしていたりなんかもします。はい。でですね、最後になりますけれども、まあ、DNP はですね、あのこういった住宅の中のですね、 内装材、外装材なんかも実は手掛けていますよというところになっていきます。であの皆さんにとってですね、一番身近なあの具体例というところを挙げさせていただくと、あのフローリングの床ってあるかなと思うんですけれども、まあ、あれもですね DNP の製品だったりします。ですね、あのフローリングの床ってあの実はあの本物の木でできているわけではなかったりします。あのシートにですね木目調を印刷してできています。 はい、なので、あの綺麗に木目調を印刷することも、もちろん DNP の大事な仕事だったりするんですけれども、まあ、それだけではなくてです、ね、あの傷がつきにくいような特性つけたりだとか、まあ、汚れがつきにくいような機能をつけたりだとか、あとは抗ウイルス剤の機能をつけたりだとか、そういったです、ね、いろんな付加価値というところをつけてです、ね、あの世の中に提供していたりなんかするんですね。 はい。なので、まあ、今、ピックアップしてきたものなんですけれども、あの、まあ、いろんな製品やサービスあるかなっていうところを感じていただけたかなと思うんですけども、まあ、これらって実はですね、すべて印刷技術の応用によってできていたりなんかします。 あの皆さんにとってですね、どのように印刷技術が応用されたかって想像するのかですね、ちょっと難しい部分もあるかなと思うんですけれども、き今日ちょっとですね、時間の関係上、その説明を割愛させていただくんですけれども、世の中に求められていることっていうのを考えた上でですね、その実現に向けて印刷技術を応用してきたからこそですね、印刷からは想像もできないようなあのいろんな製品やサービスというところをあの生み出すことができていたりなんかもします。 でですねまあ、そういった製品やサービスを通してです、ね、まあ、どのようなあの価値をです、ね、あの世の中に提供できているかといいますと、まあ、例えばです、ね、先ほどお伝えしたあの中でいきますと、最初にお伝えしたスマートフォン関連でいきますと、まあ、色鮮やかな画面であの情報が見られますよというです、ね、あの価値を社会に提供していますよと。であとです、ね、あの3番目にご紹介しました食品パッケージの,あの例でいきますと、まあ、右上に記載の通り、 まあ食品メーカーさんが作ったですね美味しい商品というところを皆さんに美味しい状態で届けていくと、まあ、そういったですね価値を提供していますというところになってきます。はいでですね改めてあのここまでですねお話ししてきた、まあ、いろんな価値ですね、まあ、これ、一言でまとめていくと、今の当たり前というところになってきます。DNP はですね本当に皆さんの身近にあって、ですね皆さんの生活において欠かせなくなっている、まあ、当たり前というところですねたくさん作ってきた会社です。 で,ではですね、まあ、そういったですね製品やサービスをあの作る DNP がですね、まあ、どういったビジネスの特徴を持っているのかというところを、あのもう少しお伝えできればと思います。はいでですねあの、そもそもなんですけれども、まあ、DNP はですね、顧客企業を介して、ですねあの生活者に、まあ、製品やサービスを届ける B2B の会社というところになってきます。であの先ほどののででですすねね例でもあのご紹介したようにに、ねまあ、非常に広い領域の まあ製品やサービスというところを DNP は持っておりまして、まあ、なので本当に一緒にお仕事をさせていただく顧客企業の業界というところも、まあ、非常にです、ね、多岐にわたっておりますよというところがあります。であの私たちはです、ね、これらの顧客企業や、まあ、その先にいる生活者の課題に対して、まあ、アイデアをです、ね、形にして提供しまして、まあ、ブラッシュアップもしていきながらです、ね、まあ、社会に対して当たり前となっていくような状態にしていくと、まあ、そういったです、ね、働き方をしております。 はい。まあ、なのでですね、ちょっとあの言い換えていきますと、まあ、DNP はですね、まあ、何か決まったものをですね、作っていって、まあ、売っていってると。まあ、そういった会社ではなくてですね、あの繰り返しにはあのなってはあの来るんですけれども、あの顧客企業であったりだとか、その先の生活者の課題に対してですね、まあ、様々な DNP の製品やサービスというところを通じて解決していくと。まあ、そういった会社になっていきます。 まあではですね、この課題解決というのを一人で担っていくのかというと、まあそんなことはなくてですね、まあ本当にですね、DNP は文系、理系問わずですね、いろんな職種のメンバーであの協力をし合いながらあの仕事をしています。あとはですね、社会のリソースだけではなくてですね、時には顧客企業と共同していきながらですね、製品、サービスを生み出していくと、まあそういったこともですね、あのあったりしますというところで、 まあ本当にですね、DNP は多様なメンバーでチームで生み出していくと。まあ、そういった働き方をしております。であのここまでですね、あの今の当たり前となっていることをですね、まあ、DNP がいろんな製品やサービスを通じて実現してきましたよという話であったりだとか、まあ、DNP はチームで働いてるんだよというところですね、あの話をさせていただきましたけれども、まあ、そんな DNP がですね、目指していることというところをお伝えできればと思うんですが、 まあ、ズバリですね、この未来の当たり前を作るというところを目指していろんな授業を行っています。で、あの、既にですね、たくさん、まあ、今の当たり前となっていることを実現しているよというですね、あの、話をさせていただいたんですけれども、まあ、私たちは、あの、それで満足しているわけではなかったりします。あの、今当たり前になっていることをですね、あの、もっといい形にできないかなとか、まあ、今当たり前じゃないことも当たり前にしていけないかなとか、 まあそれをですね、実現するためにあの必要なですね、今までにない新しい価値はどんなことなのかっていうところをですね、本当に文系理系問わずですね、社員一人一人が自ら考えながらですね、日々挑戦をしていってますよというところになります。 で、あの、今日はですね、まあ、そんな未来の当たり前を作るという、あの、ブランドステートメントを掲げておりますですね。あの、DNP の取り組みの事例をですね、あの、一つだけ、あの、持ってきましたので、あの、最後、こちらの方を簡単にご紹介させていただいて、あの、一旦説明を終了させていただきたいな、というふうに思います。 はい。では、あの、早速ではあるんですけれども、えっと、今日のですね、あの、お伝えするところとしましては、あの、マースを通じた未来のまちづくりというタイトルで、まあ、私たちがですね、行っている未来のまちづくりというところについて、ちょっとお話ししていきたいなというふうに思います。はい。ここでで,ですね、出てきた、あの、マースという言葉なんですけれども、皆さん聞いたことありますでしょうかはい。で、これはですね、モビリティアザーサービスという言葉の略でして、まあ、電車、 バス、タクシーであったりだとか、まあ、シェアリングサービスで利用されるような乗り物ですね、まあ、最近に行くと、まあ、自転車であったりだとか、あの自動車であったりだとか、まあ、電動スクーターとかもですね、出てきているかなと思うんですけれども、まあ、つまりそういった乗り物は、ですね、モビリティというところになってくるかなと思うんですけれども、まあ、それとですね、この ICT ですね、情報通信技術ですね、まあ、いろんな情報を共有して、人や物などと,とあのコミュニケーションを取ることができるです、ね、サービス。 ですけれども、まあ、こういったモビリティと IC をですね、ICT をですね、あの、掛け合わせることによって生み出されるサービスのことを、あの、マースと呼んでいますよというところなですで。このですね、マースを利用することで、まあ、地域住民やですね、旅行者、その一人一人の、まあ、移動のニーズにですね、あの対応してですね、複数の公共交通、公共交通であったりだとか、まあ、あとはですね、それ以外の移動サービスですね、あのレンタカーであったりだとか、まあ、他のシェアリングサービスであったりだとか、 まあそういったところをですね、最適に組み合わせて、検索であったりだとか、予約、決済までもですね、一括で行うサービスというところになってきます。で、あの、従来のですね、交通サービスの利用方法ですと、やっぱりですね、利用者がですね、出発地から目的地までの道順っていうところを検索して、鉄道であったりだとか、バス、タクシー、カーシェア、シェアサイクルなどですね、本当にいろんなあの交通サービスからどれを使うのかっていうのを選んで、 まあ、それぞれ公共、あの、交通機関ごとにですね、あの、個別に予約をしたりだとか、あとは料金をですね、支払ったりして、したところがあるかなと思うんですけれども、まあ、一方、この、一方、このマースによるですね、あの、サービスではですね、あの、スマートフォンのアプリを立ち上げればですね、出発地から、あの、目的地までの、あの、交通手段の検索、検索からですね、あの、予約支払いっていうところまでできたりだとか、あ、あとはですね、観光案内とか、飲食店や、あの、ホテルの予約支払い。 病院とかですね行政サービスの予約支払いというところもあの一括してですね行うことが可能だったりします。はいで、ですねあのこのマースをですね活用して、まあ、どんなですね社会課題にですね DNP はあの目を向けているのかといいますと、まあ、例えばですね交通網が整備されていないことで、あの住みにくい街となってしまっていることによるあの地方の過疎化であったりだとか、あとはですねそんな過疎化であったりだとか、人口の減少によって、 まあ利用者がですね、少ないにもかかわらず、そのわずかな利用者のために公共交通機関をですね、維持し続けなければならないことによるですね、維持費の負担であったりだとか、あ,あとはですね、公共の交通機関が廃止になってしまったので、日常生活でどうしてもですね、車が、車がですね、必要になってくるあの高齢者のドライバーであったりだとか、あ,あとはですね、逆にあの都市部ではですね、慢性的な交通渋滞であったりだとか、CO2 排出による環境問題だとか、 まあこの人に、人のですね、移動に関する様々な問題をですね、あの、解決、あの、できるというふうには、実は、あの、期待されていますというところなんですけれども。まあ、あの、そしてですね、まあ、この DNP ではですね、もともと、あの、自動車であったりだとか、まあ、建物で使われるようなですね、異常性のある内装材っていうところを作ることでですね、まあ、そこで生活する人の暮らしをですね、豊かにするための、あの、価値提案っていうところを、あの、してきました。 でそこにですね、DNP が扱っている、まあ、いろんなですね、情報サービスっていうところを組み合わせることで、まあ、モビリティに関する多くのサービスというところを生み出してきました。でそんな中でですね、DNP でもこのマースっていうところを利用した、モビリティポート、DNP モビリティポートというサービスをですね、提供していたりします。 でこれはですね、複数の交通手段、サービスがですね、あの交わるような場所ですね。あの、まあ、交通、そこにですね、交通情報であったりだとか、まあ、地域情報、観光案内等ですね、まあ、それらをあの配信するデジタルサインズっていうところを設定してですね、まあ、いろんな地域情報やですね、あの、観光案内、公共交通機関の運行情報、えっと、デマンドタクシー、デマンドバスの呼び出しと。 あとは小型モビリティですね。あの、シェアサイクルの貸し出し状況などの情報をですね、あの、閲覧できるような形を取っていたりなんかします。で、これらのですね、あの、情報っていうのはですね、スマートフォンでの閲覧というところも可能だったりしまして、まあ、予約からですね、決済まですることができますよ、というところになります。はい。そういった形で、まあ、いろんなですね、モビリティサービスの連携を進めてですね、あの、交通の利便性であったりだとか、 まあ地域でのですね人々の周遊性というところを高めていくことというところを目指していたりします。であのまあ、そういった実施に地方都市でのですね実証実験というところも進めておりまして、まあ、地域社会の利便性向上であったりだとか、あとは地域の活性化というところにですつ、ね、なげることができましたよというところになってきます。はい、本当にですねモビリティサービスによって、人がですね中心となる新しい未来都市というところを目指していますよというところになります。 はい。でですね、あの DNP というですね、この印刷会社がですね、あの、こういったサービスまで実施しているのかというふうにですね、あの、びっくりした方も、あの、いらっしゃったかなというふうに思うんですけれども、あの、DNP にはですね、本当にいろんな知見を持った方であったりだとか、あの、技術力が本当にありますので、まあ、新たな価値をですね、生み出すことに挑戦したいよと思われる方にとってはですね、ぜひ会う会社かなというふうに思っておりますので、ぜひですね、DNP の仲間になってくれたら嬉しいなというふうに思っております。 はい。では、あの、一旦説明としては、あの、終了とさせていただければと思います。はい。長島様、ありがとうございました。ありがとうございます。 ありがとうございました。あの、私もお話をお伺いさせていただきながら、やっぱりこの大日本印刷さんっていうところで、どちらかというとこの印刷にこの特化をしてやってるイメージが実はもともと強かったんですけども、お話を聞いていくと情報セキュリティからいわゆる街づくりというふうなところ、かなり幅広く、はい、展開していらっしゃるということ僕もすごくワクワクして、あの、はい、お伺いさせていただきました。ありがとうございます。それではですね、ここからは、えっと、学生の皆さんが主役の Q&A セッションに移っていきたいと思います。このですね、YouTube のチャット欄の方からいただいた質問をピックアップ アップしながら中島さんにですねぜひあのお答えをいただきたいというふうに思っておりますので皆さんどしどしご質問をどうぞよろしくお願いいたしますそれではですね早速行きたいと思います、はい、と中島様がこの就職活あの就職活動をしていた際にもともとこうどういったあの業界を見ていて最終的にこの DNP さんに選ばれた理由決め手となったポイントがあればぜひ教えてくださいとのことですいかがでしょうかはいありがとうございます。 あの、まあ、私は正直、あの、まあ、少しちょっとミーハーなところもあったんですけど、はい、本当にいろんな業界を見ておりまして、<laughs> あの、まあ、就職活動する前は正直 DNP のことをもうあまり知らなかったというところだったりするんですけれども、うん、あの、まあ、DNP の説明会皆さんと同じように聞いてみて、あの、いろんな事業をやってるっていうことを知って興味を持っていったんですけれども、まあ、最終的になんか DNP がいいなと思ったところでいきますと、 あの、私もともと、あの、高校時代まで野球をやっていまして、スポーツとして。で、あの、大学時代にちょっとラクロスというスポーツを新たに挑戦してみたりしたんですけれども、なんか同じスポーツを、あの、まあ、同じスポーツというくくりの中なんですけれども、まあ、種目が違うだけで、あの、本当に見える景色が違ったりだとか、 あとは本当にやることが違ったりだとか、なんか本当にあのすごく違うなっていうところを感じた中で、なんか新しいことを知る、知るっていうことが自分にとってすごくあの面白いというか、あのモチベーション高くできるんだなっていうところをすごく感じまして、なんか社会人生活でもなんかいろんなことに挑戦ができるようなあの会社を選びたいなっていうところがあの大きな軸としてありました。 でそういった中で、やはり DNP って、あの、いろんなですね、事業を展開している中でですね、あの、一社でいろんなことに挑戦できる、あの、不素能っていうのが、あの、一番広い会社なんじゃないかな、っていうところを、あの、すごく感じまして、で、それでですね、DNP を志望して、あの、入社したっていうところになってくるんですけれども、まあ、実際に、あの、入社をしてみてですね、あの、さらにそれは感じていますというところで、 あの、私はもともと、あの、最初、エレクトロニクス部門の、あの、営業の仕事をしていたんですけれども、あの、まあ、配属をされてですね、あの、こんなことも実はやってたのかと、あの、恥ずかしながら、あの、そういったところも入社してから知ったっていうところもありますし、まあ、今、この採用担当の、あの、まあ、立場になって、いろんな人の話を聞くこともあるんですけれども、まあ、全然違う、あの、仕事を皆さんされていて、まあ、たくさんいろんな、あの、種類の挑戦ができる会社なんだなっていうところを、あの、改めて感じているというところになります。はい。 ありがとうございます。めちゃくちゃわかりやすく、かつ、はい、あのー、皆さんもかなり参考にいただけたんじゃないかなと思います。ありがとうございます。それではどんどんですね、えっと、ピックアップをしていきたいと思います。あ、えっと、AA さん、ありがとうございます。えっと、競合他社さんと比較をした際の、この DNP さんの優位性を教えてくださいってのことですが、ズバリいかがでしょうかはい、ありがとうございます。 まあ、あの、本当にいろんな、あの、各事業によって、競合他社さんって、あの、変わられて、あの、変わってくる部分があるので、まあ、一概に言えない部分っていうのは、あの、もちろんあったりするんですけれども、まあ、一つ、まず言えることとしましては、あの、まあ、物事、何かビジネスやるときの、あの、上流から下流までですね、あの、手掛けることができるっていうのは、あの、やはり DNP の、あの、強いところかなというふうに思いまして、あの、やはり、 まあ、もともと課題を発見して解決するというところを、あの、少しビジネスの特徴でお伝えしたかなと思うんですけれども、まあ、DNP って、まあ、こういったことを、あの、ビジネスとして、あの、課題があるのでしたらいいんじゃないですかっていうところの、あの、提案だけではなくてですね、そこの提案から実際のものづくり、あの、ことづくりであったりだとかっていうところまで、あの、守備一貫してできるっていうところが、あの、一つの会社で、あの、守備一貫してできるっていうところが、あの、強みかなというふうに思います。で、あとはですね、あの、まあ、 あの、ご質問いただいた方の気になるところでいくと、同じ印刷業界っていうところで行きますと、あの、やっぱり大きなもう一つの会社さんがあるかなと思いますけれども、あの、ま、そこと比べていくと、やはりあの、事業としてあのやってるところって結構被ってくる部分っていうのは、あの、あったりするかなと思うんですけれども、ま、DNP って実はあの、特許数がすごく多いんですね。 あの、調べてみていただければ分かるかなと思うんですけれども、なので、本当にあの技術力を応用する力っていうところが、あの、すごく強い会社なんじゃないかなというふうに思っております。まあ、そういった形でたくさん、あの、まあ、技術力を応用したりだとか、いろんな技術を掛け合わせることによって、やっぱり新しい、いろんな、あの、まあ、新しい技術を開発したりだとか、いろんな技術ネできるっていうところが、あの、あるかなと思いますので、そこも、あの、DNP の強みとして、あの、一つあるのかなと思います。 ありがとうございます。どんどん行きたいと思います。これまでですね、あの、長島様は、あの、ま、以前はこのエレクトロニクスというふうなところもご経験されたとのことだったんですけども、今までのこのお仕事をされてきた中で、一番この心に残っているお仕事のエピソードがあれば、ぜひ教えていただけますと、はい。いかがでしょうか。はい。ありがとうございます。あのー、まあ、本当に、まあ、私今8年目なんですけれども、あの、その7、 ここまで7年間で本当にいろんなことがあったので、あの、すごくやりがいとして感じ,感じたことも、あの、多かったんですけれども、まあ一番印象に残っているのは、えっと、やはり、あの、顧客企業さんから、あの、信頼をされた時っていうのが、やっぱり一番、あの、やりがいとして感じられる部分ですし、印象に残っているなと思っていまして、まあ例えば、あの、まあ何か新しいビジネスを行う時に、 あの、社内の、顧客企業さんの社内の中でも、ま,あ、まだですね、あの確率に決まっていることではないんですけれども、まあ、ちょっと早く動きたいこともあるので、あの営業である長島さんに、ちょっと事前なんですけど、確定じゃないんですけど、ちょっとお伝えしますみたいなことを言われたときは、えー、やっぱり、あの、すごく信頼をしていただいているというか、あの、まあ、 信頼されてるからこそ、やっぱりそういったこともおっしゃっていただけたのかなというところも思っていますので、あのそういったことを言われた時はあは、新人の頃とかですね、本当に私も知識がなくて苦労した部分もあったんですけれども、まあ、そういったところもあの経験しながらもそういったことをあの言っていただけたっていうのはすごく印象に残っていたりする部分なのであの、改めて本当にビジネスにおいて信頼関係を築いていくっていうのは大事なんだな。 ことはすごく感じていたりしました。はい。ありがとうございます。すごく素敵なエピソードをいただきまして、ありがとうございます。はい。あ、その間にもですね、どんどんご質問いただいているので、えっと、蘇っていきたいと思います。えっと、DNP さんでは今でこそかなり幅広いですね、あの、領域に取り組まれていらっしゃると思うんですけども、将来、新たに取り組んでいきたいことであったりだとか、はい、特にこの注力をしていきたいっていうふうに思っているポイントがあれば、ぜひ教えてくださいっていうふうに、あの、ご質問いただいておりますが、いかがでしょうか はい、ありがとうございます。あの、本当にいろんな、今既存の事業も含めて、あの、どんどんいろんなことに挑戦していくっていうのが、あの、大前提として、まずあるんですけれども、ま、やっぱ、あの、一つ挙げられるところでいくと、やっぱり、あの、環境に配慮した、あの、施策というか、ビジネスっていうところも、あの、今後、どんどん、あの、さらに、あの、 ま、高まっていくというか、そういったところはあるかなというふうに思っていまして、あの少しあのスマートフォンのあの事例の中でお伝えしましたけれども、あのリチウムイオン電池用のバッテリーパウチというあの商材があの私たちあるんですけれども、あれって実はあの、まあ、リチウムイオン電池のそのスマートフォンの中だけではなくていろんなところにですね、あの使われていたりしてですね、これからどんどんあの電気自動車って あの、これからどんどん増えていくかなと思うんですけれども、そういったところの中にも実は使われていたりするので、まあそういったですね、電気自動車関連のところっていうところも、あの、すごく DNP でこれからあの頑張っていくところかなというところもあったりしますと。で、そのバッテリーパウチというところも,もちろん電気自動車にも使われていますし、あとはですね、皆さんのスマホとかって最近ですね、あの、コードにつながなくても、 あの、ワイヤレスで充電できたりとかするかなと思うんですけれども、まあ、あいったことをですね、あの、電気自動車でもできないかなっていうところを考えたりだとか、まあ、本当にですね、あの、未来に求められているものに対して、あの、挑戦をしていってるところも、そういったところからも垣間見れるんじゃないかなと思います。はい。ありがとうございます。どんどん行きたいと思います。 あえっと、ジさんごご質問いいただきまましたありがとうございます、えっと、研究開発のところでは、どのような専攻の方がこのご活躍をされているか教えていただきたいです。で、また、えっと、御社のこの社風や雰囲気について是非、ぜひ知りたいですとのことですが、はい、こちらいかがでしょうか。はい、ありがとうございます、えっと。まず1つ目の方ですけれども、えっと、研究開発のところで活躍されている、まあ、専攻でいきますと、本当に。 あの、まあ、この専攻ってとらわれることなく、本当にいろんな方が活躍されてますよっていうところが結論かなと思ってまして、うん、まあ本当に科学系の方もいらっしゃれば、機械系、あの、電気、電子の人もいたりだとか、情報系の人ももちろんいたりだとか、まあ、本当に DNP って改めてになりますけど、いろんな事業をやってますので、あの、新たな研究開発するにおいて、どうもあの専攻をやられている方も活躍できるフィールドっていうところが、あの、あるかなというふうに思っています。 で、えっ、ー、と、二つ目の質問の社風っていうところなんですけれども、やっぱりあの未来の当たり前を作っていくというところにおいていきますと、やっぱり新しいことにあのチャレンジしていくっていうところが、やっぱり大事になってきますので、まあそういった意識を持っている方っていうのが、あのすごく多いかなというふうに思います。なのでまあ本当に主体性を持って、あのやっていく方っていうのがすごく多いかなというふうに思いますし、 あの、まあ、例えば私も昔若手だった時に上長にあの結構長島これどう思うみたいなことを積極的にあの聞かれたりなんかもしましたので本当に若手の意見もあの求めながらあのみんなでチームとなって高め合いながらチャレンジしていくっていうところがあの社風としてあの大いにあるかなと思ってます。 うん、ありがとうございます。お時間もです、ね、残りわずかなので、最後、1つの質問にしたいと思います。ユウキさん、はい、ご質問いただきまして、ありがとうございます。DNP さんがこの所属し,、まあ、属している業界の魅力であったりだとか、あとはあの自社の魅力を最後に教えてくださいとの、ちょっと総括も兼ねて、ぜひお願いいたします。はい、ありがとうございます。あのまあ、本当に、まあ、改めてにはなりますけれどもあの、こんだけいろんなことに挑戦できる会社はないなというところは、うん、あの改めてこの DNP の中に入っていて思っていたりしますし、あのまあ、本当になので、チャレンジ、いろんなことにしてみたいと思われる方は、ですね本当に社内にいろんな知見を持った方がいますし、まああの、先ほどの特許の話もありましたけども、技術力もたくさんあったりしますので、本当にいろんなことにチャレンジできる風土というところがありますので、まあ、その環境だけじゃなくて、そういった雰囲気のところももちろんあったりしますので、 本当にいろんなことにチャレンジしたいと思われる方はですね、本当に合ってる会社かなというふうに思ってますので、ぜひですね、あの来てもらいたいなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。はい ありがとうございます。それではですね、あの、名残惜しいのですが、お時間も来てしまいましたので、こちらで Q&A セッションは以上とさせていただきます。まだまだですね、質問したりない方は、ぜひですね、実際に DNP 様の企業説明会であったりとか、インターンシップに参加をして、はい、ご質問をいただけますと幸いです。それでは最後にですね、本日ご登壇いただいた長島様から最後に学生さんへのメッセージと、あとは、あの、再度イベントの告知もいただけるというふうに聞いておりますので、はい、長島様からよろしくお願いいたします。はい。 ありがとうございます。では、ちょっと先にイベントの,あの告知をさせていただきたいと思います。共有させていただきますので、お待ちください。今、ばっちり映っております。映っております。はい。はい、ありがとうございます。はい、DNP のイベントというところで、えー、と募集をです、ね、受け付けているものがありますので、ご紹介させていただきます。で、えー、とまずですね、あの営業とか企画をですね、あのちょっと志望したいという方向けのビジネスコースと、 というところでですね、DNP への理解をです、ね、あの深めていただくイベントのですね、あのミートアップデザインシンキングというところを実施いたします。でこちら、オンラインでのイベントというところになってくるんですけども、あの複数のです、ね、社員へ直接あの質問ができる、あの社,社員のです、ね、座談会形式のミートアップというところと、あと、ミートアップ参加者をです、ね、限定としてご案内するデザインシンキングワークショップというところを通してですね、DNP で働くイメージというところをあの深めていただきます。 はい。でですね、あの、まずはですね、ミートアップの方にですね、あの、ご参加いただきたいなというふうに思っておりまして、今ですね、第2期のですね、あの、応募受付の方をしております。で、あの、締め切りの方ですね、あの、まだ1ヶ月以上ありますけれども、あの、8月27日の23時59分までと。 いうところになってきますので、えっと、エントリーシートの提出というところと、あとですね、あの、適正検査の受験というところが、あの、応募条件というところになってきますので、あの、実施のタイミングとしては、あの、9月、あの、のところで、あの、実施しよう,しようかなというふうに思っておりますので、のぜひ、あの、今日は、あの、採用担当の私の話ではありましたけれども、実際現場で活躍する社員がたくさん出てきますので、ぜひですね、あの、ご応募いただきたいなというふうに思っております。 はい。でですね、こちらはですね、あの、まあ、技術コースということで、あの、研究開発とかですね、製品開発というところの方も含めた、あの、イベントというところになってくるんですけれども、あの、DNP テーマトークというイベントをですね、あの、毎月実施しております。で、あの、こちらはですね、あの、先行なしのですね、あの完全予約型のイベントというところになってくるんですけれども、まあ、オンラインのですね、あの、o o m を、あの、使用しまして、まあ、毎月ですね、あるテーマに沿ってですね、パネルディスカッション形式で、 あのお伝えするあのイベントというところになってきます。で、7月はですね、中堅社員の働き方編というところであの実施をしていくんですけれども、まあ、DNP のですね、あのいろんなあの事業分野からですね、あの入社6年目の,あの社員というところがあの登壇をしましてですね、あの定調というところをテーマにですね、いろんな観点から あの、幅広く、あの、お伝えさせていただきますので、まあ、登壇予定の社員も今掲載させていただいている通り、あの、事務系、技術系の社員それぞれ出てきますので、あの、こちらの方もですね、あの、ぜひ、あの、ご都合合う方はですね、ご予約いただければと思いますし、あの、8月以降も、あの、いろんなテーマで月1回開催していく予定ですので、あの、どうぞですね、あの、楽しみにしておいていただけたらな、というふうに思います。はい。でですね、あの、イベントをご予約いただくにあたってですね、あの、まず、まずはですね、あの、マイページ登録の方をいただければと思います。 で登録いただきまして、あの、アンケートの方、応募、希望コースの方を選択いただけますと、あの、各イベントの方に、あの、応募いただけますので、あのこちらの方、ぜひですね、あの、登録まずはいただければと思います。 はい。あとですね、まあ、改めてになりますけども、左側の QR コードは我々の採用ホームページの方になっていますので、あの、興味のある分野ある方はですね、あの、たくさんいろんなちょっと説明させていただきましたけども、これ興味持ったな、みたいな分野かもしある方はですね、ぜひ見ていただきたいのと、ぜひですね、マイページの簡易登録というところ、右側の QR コードですけど、読み取っていただけたら大変嬉しいな、というふうに思います。 はい。で、最後にですね、あの、コメントというところですけれども、あの、皆さんこれから、あの、夏に入ってきて、あの、インターンシップであったりだとかの、その先にある、あの、本選考、あの、対応選考というところ、あるかなと思いますけれども、あの、本当に長い期間にはなってきますので、皆さんぜひですね、あの、お体にはぜひ気をつけて、頑張って、 みんなでですね、頑張っていければなと思っております。あの、本当にまたいろんなイベントでも、皆さんにお会いできること、あの、あるかなと思いますので、あの、私の方も、あの、ぜひ楽しみにしておりますので、皆さん、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。次のメッセージもいただきまして、ありがとうございました。この後ですね、14時25分からは、えっと、半導体業界のですね、あの、ディスク様が、あの、ご登壇をされますので。皆さん、チャンネルをぜひそのままでよろしくお願いいたします。改めて本日はですね、DNP の長島様,様におつかあの、お越しいただきました。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。見極め就活で検索。